ここは高知市土佐山の嫁石地区にある梅園です。山里の澄んだ冷たい空気の中、梅の甘い香りに包まれて幸せいっぱいです。4種類1000本が植えられた庭園で、早くも梅の花が見ごろに。去年より早く今月5日に咲き始め、見ごろの時期も例年より2週間ほど早まっています。びっくりした状態です。こんな高温で花が突然に咲くということはね、何十年に一回あるらしいですよ。こう話すのは、36年前に梅園を作った森和夫さん、84歳です。来月2日から10日まで梅園を一般開放する梅まつりが開かれますが、あまりにも早く満開となったため、現在も花見客を受け入れています。木がいっぱいあるので、すごい見応えが、もっと満開の時に来たらすごいね、綺麗だったなと思います。皆さんがやっと梅花花が咲いたと、春一番のこの香りとともに花が綺麗なと言って、綺麗と言って喜んでいただけることが一番私は嬉しいです。日当たりなどの影響ですでに花が散った木もあるので、早めに見に行くのがおすすめです。